討伐終了さね。お疲れ様、アリス少年。お疲れ様でした。よしよし、それじゃ帰るとしますか、我らが学園に。あ、そういえば道中に話したお礼の件、忘れてないさね、二人とも。忘れてはないけど、でも本気だったの、ご褒美って。本気も本気、本気と書いてマジと読むレベルさね。学園に着くまでにどんなお礼をするか考えておきな。少年も覚悟決めるさね。学園に報告後、二人揃ってアリスの部屋に。緊張のせいか口数が少なくなる二人。その雰囲気は初々しさを感じさせる。ここまではいい、最高の流れさね。出た、アリス、どうしてご褒美内容がこうなったのか教えてくれい。どうして部屋に呼んですることがぬいぐるみのプレゼントなんだ。だってご褒美って。あほう、アリスに期待したのが間違いだったさね。オッケーオッケー、これも前進するための一歩と考えれば。っていうか、少年は嬉しいのかい？プレゼントにぬいぐるみって。おほう、嬉しいのかい？少年はいいやつさんね。で、プレゼントのぬいぐるみは何を渡したんだい？女の子のぬいぐるみ。お白いバナナ。飾りがチャームポイントです。お白いバナ、おへー、なるへそ。訂正するぜアリス、この一歩は小さくない、大きな一歩だ。アリスがここまで成長するとはな。パペット冥利に尽きるってもんさね。ゆっくり来てください。精一杯歓迎しますから。それじゃあな少年、またゆっくり来いや。アリスちゃん、お白いバナの髪飾りね。それって深読みしちゃってもいいのかい？想像に任せるよ。そうかいそうかい。いやー、アリスちゃんは可愛いね。うるさい。痛いよアリス。アリス。少しの間待ってて。あいよー、待機モード入るぜ。ゆっくりと今日の思い出に浸りな。うーい、そんなことしない。多分お白いバナ、花言葉は内気、臆病、そしてあなたを思う。きっと気づかれてないはずですし、大丈夫でしょう。お風呂
大抵